マティアス・ファスー・ポグバは、ギニアの首都コナクリ出身のプロサッカー選手、ギニア代表、ラシン・ムルシア FC 所属。ポジションは、フォワード。同国サッカー代表のフロランタン・ポグバは、双子の兄弟。フランス代表のポール・ポグバは、実の弟。ギニアの首都コナクリで生まれ、フランスの首都パリで育った。双子の兄弟フロランタンと共に、スペインのセルタデビーゴのカンテラでプレーを始めた。2009年、二人は言葉や住環境の問題を理由にクラブを退団した。フランス帰国後、フランスアマチュア選手権のカンペール FC に入団。カンペール在籍中、アルジェリア代表のリアド・マフレズと共同生活をしていた。2010年8月、カンファレンスナショナルのレクサム FC のトライアルに参加し、翌月契約を勝ち取った。加入から1週間後のフリートウッドタウン FC 戦で初出場。2011年1月のバースシティ FC 戦で初ゴールを挙げた。2011-12 シーズン終了後に契約満了を迎え、クラブ側から新たに2年契約を提示されたが、ポグバ側がより高いレベルでのプレーを望んだため交渉は難航した。レクサムの会長は、ポグバがプレシーズンの始まる48時間前までに退団を表明しなかったことについて批判した。2012年7月、レクサムを退団し、フットボールリーグ1のクルーアレクサンドラ FC と2年契約を結んだ。8月のフットボールリーグカップハートリブール、ユナイテッド FC 戦で加入後初出場を果たすと、いきなり2ゴールを挙げた。しかし、翌9月は、膝の負傷のため大半を欠場した。怪我から復帰すると、再びゴールを積み重ねたが、2013年4月に太ももの手術を受け一足先にシーズンを終了した。2013-14 シーズンは、プレシーズンマッチからチームに帯同したが、マンチェスターユナイテッド FC 戦で、右内側側副靭帯を損傷する大怪我を負ってしまい、3ヶ月間の離脱を余儀なくされた。2014年1月のロザラムユナイテッド FC 戦で復帰。2014-15 シーズン前、クラブ側が遺留したものの退団を表明。ガーディアンの取材では、ステップアップを望んでいると語った。2014年7月、セリエ B のデルフィーノ・ペスカーラ1936に移籍。9月のカルチョ・カターニャ戦で移籍後初出場。しかしマルコ・バローに監督と反りが合わず、半年で契約を解除した。出場4試合で無得点だった。2015年2月、フットボールリーグ1のクローリータウン FC に加入。加入から3日後のヨーヴィルタウン FC 戦で初出場。4月のピーターバラユナイテッド FC 戦で初ゴール。2015年8月、スコティッシュプレミアシップのパーティックシッスル FC と、延長オプション付きの単年契約を結んだ。セルティック FC 戦で加入後初出場。10月のハミルトンアカデミカル FC 戦で初ゴール。2016年8月、双方合意の上で契約を解除した。パーティックシッスル退団後、エールディビジのスパルタロッテルダムに加入。ローダ JC 戦で加入後初出場&初ゴール。2013年2月のセネガル戦で、ギニア代表デビュー。サッカーギニア代表のフロランタン・ポグバは、双子の兄弟で、サッカーフランス代表のポール・ポグバは弟。レクサム在籍時には、ポールと共同生活をした。ありがとうございます。